地元とかにあったらめちゃくちゃいいよねっていう、絶対通っちゃうよねってお店ですね。すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、暖かくなってきたとはいえまだまだ味噌ラーメンが美味しい季節ですよね。ということでこちらです。東武伊勢崎線ニラ川駅から徒歩15分くらいのところにあります札幌ラーメンヒグマ石原店さんにお邪魔してます。こちら札幌ラーメンヒグマさんは私する前々からベンチマークもずっと注目していたんですよね。僕の好みを把握されているラーメン界の大先輩ラーメン官僚ことカズアッキーさんが、もうすするちゃんならここがおすすめよと官僚の引き出しの中からね出してくださったお店なんですけど、調べてみたところですね、地元民から愛される名店中の名店みたいで、営業中はずっと混雑してる、もうほんと地元の名店的なお店らしいんですよね。結構ね前から行きたいなと思ってたんで、今回ようやくの訪問ということで、ここ最近でねなんなら一番楽しみぐらいのところありますね。早速進んじゃいましょう。レッツゴー。というわけで本日ですね、群馬県の太田市の方に来ます。太田市来るのって初めてじゃないか、俺下手したら。あんまり太田市でラーメン食べた記憶がないんですけど、今日行くのがねヒグマってお店なんですよ。まあヒグマって言うと長岡生姜醤油ラーメンのヒグマを思い出す方も多分多数いらっしゃると思うんですが、こちらの漢字のヒグマですね。はい、ここなんかね味噌ラーメンが有名なお店なんですよ。もう本当にご当地ラーメンでもないですけど、もうだからご当店ぐらいの感じですよね。太田味噌みたいなのでちょっと言われてるお店で、あのラーメン官僚さんから、まあよく僕が一緒にラーメン行ってるね、あのラーメン官僚さんから、スルちゃんあそこ行ってないのみたいな、あの太田のヒグマ行ってないのみたいな話になって、全然もう名前すら存在すら知らなかったんでずっとメモってあって、今回ちょっとようやく行ける運びになりまして非常に楽しみなんですよね。はい、なんか YouTube でもねちょいちょいなんか動画上がってまして、どうやらなんか甘めの味噌ラーメンがいただけるって話なんで、なんか勝手になんか親父みたいな感じの味噌ラーメンなのかなって想像してるんですけど、果たしてどんな味噌ラーメンがいただけるのか向かってみましょう。さあというわけでヒグマさん到着したんですけどもね、この味すごいでしょ。この看板のヒグマっていう感じがもうさ、めっちゃ取れちゃってて、もうほぼクマ脳みたいになってるからね、もはやかなり味のある外観でね、めっちゃ常に楽しみなんですけど、早速すするに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ札幌ラーメンヒグマ石原店さん注目です。メニューを見てみると味噌ラーメンだけでなく店名を冠したヒグマなどの記載もあり、その違いを店員さんに聞いてみると、味噌自体は同じものを使用しているそうですが、トッピングなどに違いがあるようです。ヒグマの方が野菜が多く乗ることであっさりしているかもなんて情報も教えていただいたところで、今回はデフォルトの味噌をバタートッピングで、さらに餃子も一皿注文しました。厨房内では店主さんらしき方や息子さんのような方におかみさんがいらっしゃったりと、皆さん大忙しで、ちなみに撮影のアポを取らせていただいた際には電話に出てくださったおかみさんが、うちなんかで本当にいいんですかなんておっしゃってましたが、当たり前ですよ、行きたかったんだからなんて思っていると。お客さん絶えませんね、マジで。本当地元の人気店って感じ、マジすごい。この感じすごい人気ぶりに驚かされていたら、餃子の方から到着。早速いただいてみると、この餃子めっちゃニンニクが効いていてエナジーがみなぎる。ニンニクの刺激に加えて野菜もたっぷり入ったザクザク系なもので、その食べ応えを堪能しながら、こういう年季の入ったお店の卓上のラー油って自家製感ありありで好きなんだよなと思いつつ待ってた。こちらが味噌のバタートッピングです。ファヒーン。コーンとバターの乗った正統派かつクラシカルな味噌ラーメンでめっちゃうまそう。香ばしい香りが漂い、トッピングも野菜中心に入っていますが、これで650円とは頭が下がる価格だなと思いつついただきます。まずは肝心のスープから一口飲んでみると、ハファン、優しい、そしてじんわりうめえ。思わずそんな言葉が漏れ出そうになるほどに、これぞ老舗の風格漂う甘みがありつつ香ばしさも感じられる優しい味噌味で、白味噌ベースのまろやかな味わいがたまらない。香ばしい炒めもやしの香りもスープに移り、美味しい味噌ラーメンの風味をプラスしてくれ、まるでボールを見失ったので思わず砂を掴んで牽制したかのような、地元民を引きつけるのも納得のスタイル。こんなソウルフード的スープをいただいた後には、お次に黄色い麺をリフトアップ。レッツゴー、スースルー。ブラッドムーン。高水プリとした表面で手打ち風な太麺は、麺のツタヤという謎の麺箱に入ったもので、入店した時から気になっていましたが、すすってみると適度な柔らかさともちもち感がちょうどよくてうめえ。味噌スープが程よく絡んでジュルンとすすれる麺で、このスープと麺の関係はまるでジョンソンと石原のようなコンビネーション。石原にお前が出す際には絶対に首を振らないからと絶対的な信頼を置くジョンソンの、右バッターの内角へとコントロールされた糸を引くような
なストレートを思い出させてくれ。ジョンソンがグローブの中で次に投げたいボールの握りに変えていると、石原がそれを見ているかのように次のボールで思った通りのサインを出してくれるというほどに最高のコンビといえる麺とスープをすすっていくうちに、すするも徐々にその仲間の一員になったようなグルーブが生まれだし、麺とスープという丼の中のバッテリーを軸としながら、たっぷり入ったもやしにコーン、さらにスープに入っていた揚げネギなどもセンターラインと呼べるほどの活躍を見せてくれ、棚、菊、丸に次ぐもや、コン、ネギを引っ提げて、この味噌ラーメンが3連覇を果たす光景も見えてきましたよ。食べ進めれば食べ進めるほどに奥深さの出るスープがたまらないなと思いつつ、バターが溶けることによってミルキーなコクもプラスされ、序盤から感じていた香ばしさに芳醇なコクも加わり、エルドレッドが球場の周りでママチャリを漕ぐ姿を思い出しつつすすっていけば大満足で完食です。大変美味しくすすりました。地元民から愛される理由がわかる名店中の名店、もう一つの視点である裏店にも行ってみたいと思わせてくれる一杯でした。それではごそれはい、ごちそうさまでした。いや、札幌ラーメンヒグマ石原店さん行ってきたんですけれども、うまかったっすね。てかめっちゃいいお店でしたね。はい、あの多分ね、ここのお店とかって本当に地元の方が行くような感じの、ね、味噌ラーメンの店だと思うんですよ。本当店員さんがなんか常連さんの名前を知ってるみたいな、あ、西山さん早く来て来て、はい、西山さんもう出したっけみたいな、なんか会話がずっといる間ずっと繰り広げられてたんで、ご家族でやってらっしゃるんですかね、もしかしたら先代の店主さんと息子さんと店員さんの奥さんか、ちょっとそこら辺はわからないですけど、いや、なんかああいうね地域密着でラーメンもすごく安くてもうめっちゃ安いで、まあ、餃子もあってみたいな感じで、結構メニューも豊富でトッピングもいろいろあって、まあ、ビールも飲めてっていう、で地元とかにやったらめちゃくちゃいいよねっていう、絶対通っちゃうよねってお店ですね。で味噌ラーメンの方の味も、いや本当にこれソウルフルな感じ、まあ、味も濃すぎず薄すぎずですごくちょうどよくて、でほんのり甘みがあって、まあ、白味噌ベースになってるんですけど、まあ、最初にねおかみさんにあのメニューの違いを聞いたんですよ。あのノーマルの味噌ラーメンとヒグマラーメン何が違うんですかっていう、まあ、その揚げネギが入ってることも結構違いますよって話で、で結局ね今回ノーマルの味噌ラーメン注文したんですけど、あの揚げネギうまいっすね。揚げネギを入れることによって甘みと香ばしさがスープにプラスされて、味噌の風味をねより引き立たせて、それでいてオリジナリティオンリーワンな味わいになってまして、あの揚げネギがねめちゃくちゃいい働きされてましたね。で麺なんですけど、まあ一応麺箱があったんで、おそらく製麺所のものだと思うんですけど、ちょっとね手打ち麺っぽい感じの雰囲気で、加水率が割と高めでプルプルとした食感 で表面もちょっと縮れしてね、やっぱこの群馬の太田とかだから佐野に近いあたりのところって結構ね佐野ラーメンみたいなちょっとこう手打ち風の麺を使ってるところが割と多いんですよね。やっぱなんかその流れを組んでるのかなとかも勝手に思いつつ、あのなんかプルプル食感の麺も僕は好きでしたね。で、まあ、今回ね残念ながらちょっとお昼終わりぐらいの方もあってチャーシューは売り切れてたんですけど、チャーシューもね結構あの常連さんに人気あるみたいで、今度行ったらちょっとチャーシューも乗せたいなと。いやバタートッピングもね、あれスープ入れると結構まろやかになって、まあ、味噌ラーメンといえばねやっぱバタートッピング結構合いますから、バター好きの方はねぜひぜひ入れてみてもいいんじゃないかと思いました。餃子はねめちゃくちゃニンニク、超ニンニクガツンとくる感じ、皮はパリ餅といった感じで、いわゆるオーソドックスな感じの餃子ではあるんですけど、まあ、あんはね結構野菜多めでニンニクも結構刺激強くて、なかなかパンチ力のある餃子でしたね、うん、いやそんな感じでね、まあ、初めて行くヒグマさんだったんですけど、もう一個実はね店舗がありますゆら頂点というものがあれ、そっちの方もね若干気になりますね、うん、やっぱこういうねソウルフルなお店続いて残ってほしいなって本当心から思いますね。ごちそうさまでした。ということで本日の動画もありがとうございました。念願の訪問となりましたこのヒグマさん、ずっと気になってたんですけど、ようやく訪問することができて、本当一つの宿題店に行けたっていうのがね、もう個人的にめちゃくちゃ達成感あって嬉しかったです。そうなわけで皆さんからいただいたコメントの方も見させていただきます。すするにお詫びをせねばなりません。何ですか、500日くらいからほぼ毎日見させてもらってるんですが、今年資格勉強をしなければならないので毎日見るのがスケジュール的に厳しくなってしまいました。最近やっとチャンネル登録もしたというのに5年見ててなんで登録しなかったんだよ。悲しい部分もありますが、興味がある回は時々見させてもらいますので、今後ともよろしくお願いいたします。資格受かったらまた毎日見ますということで。いやでもそうですね、まあ僕あの資格の勉強とかちょっと恥ずかしながらやったことがないんですけども、コメントから察するにね結構まあ時間をかけてじっくりやっていかないといけない資格なのかな、まあ、やっぱそういう時に、ね、ほんと YouTube みたいなこのほんとスマホで見れてさ、このすぐ見れる、もうショート動画みんな見て 1時間あっという間に解けるんだから。スマホとかってもう最大の障壁になるわけですよ。やっぱある意味最後も自分との戦いみたいなのがあるからね、もう自分の自制心とこの勉強しようとこの心と、なのでまあススル TV はもちろんのこと、 YouTube 封印するぐらいの気持ちで資格勉強に頑張っていただければと思います。まあでもススル TV を見るのがね厳しくなったとおっしゃってますね。この動画もねちょっとおそらく見れてないと思うんですけども、まあ、このエールがね米主さんにも届けば嬉しいなと思いますね、はい、勉強頑張ってください。すするって喜びもひとしおか感無量使いがちいやこれあるなぁ、やっぱ普段の口癖ね、ちょっと自分では薄々気づいてはいたんですけどね、ちょっと正直ね薄々気づいてはいたんですけども、確かに俺喜びもひとしおってめっちゃ使うわ。喜びもひとしおなことが多い方がいいじゃん、やっぱね感無量なことが多い方がいいでしょ日常で。それはある意味ね、まあ、僕のボキャブラリーの薄さを露呈してるところになりますんで、なるべくねその動画の原稿とかをそのやっぱ元を考えるときにも言葉の被りをしないようにはすごい気をつけてるんですよ。しっかりとした味わいでしっかりとした麺でみたいな、この中で2連続で僕しっかりとか続くのが嫌だったりとか、こっちはしっかりでこっちはバッチ
チリみたいな。まあ、ちょっと言葉が変わるだけで、なんか読みやすい文章になるかなって思うんだよね、正直。まあ、文章っていうか、結局ナレーションやってるからあんま関係ないかもしれないですけど、なるべく言葉の被りがないようにはしてるんですが、ただ1本の動画の中ではそれできるんですけど、2本3本になってくるとね、それがなかなか、難しくなってくるというかね。まあ、これ結構毎日更新の弊害とか、もう本当に今までもう約3000日間やっぱ動画上げてきてるんで、どうしても内容被っちゃう動画とかもあると思うんですけども、まあ、これからもね、なるべく被りのないように、中央林間駅の近くにある麺屋ラチエン通りさんのメニューぐらい多いボキャブラリーを用意して頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いします。そして、私はそうめんの方が好き。確かに美味しいですよ。夏暑い時にもうキンキンに冷やして、氷と一緒になんか食べるそうめんめちゃくちゃうまいけどね。めっちゃうまいよ。私もそうめん好きですよ。でもやっぱりまあそうめんよりラーメンの方が今好きですかね。ほんとどうしても。毎日食べてるからってのももちろんあるけど、まあそうめんとかも実際まあ毎日食べれるような味ではありますけどね。やっぱあっさりさっぱりしてるし、麺もすごいすすりやすいしね。そうめんってなんかほんと満腹になるタイミングがわかんないよね。ほんとなんかどこまででもすすれちゃうような気がしちゃうけど。まあそうめん好きの方にもね、すする TV 見てくださって本当に嬉しく思ってます。ありがとうございます。近々ですね、そうめんなのか、ラーメンなのかみたいなそうめんつゆが出るらしく、そのお仕事をいただいたんで、多分ねそうめんの動画出ると思うんですけど、ちょっと結構先になるかもしれないですけどね、よろしくお願いします。そして何高校最高かよ、すする、お疲れ様。疲れた時は有吉弘行のサンデーナイトドリーマーを聞くとバカバカしくていいよということで、いや実はですね、私すするも有吉弘行さんのサンデーナイトドリーマー毎週聞いておりまして、特にウォーキングとかねランニングとかしてる時に 1.5 倍速ぐらいで聞くね、ちょうど1時間ぐらいになるんだよね。そういう意味でまあ気分転換、まあストレス発散みたいなのを込めてサンデーナイトドリーマー結構聞いてますね。もうサンデーナイトドリーマーに関しては大学生ぐらいの時から本当聞かせてもらってるんで、だいぶお世話になってます。本当になんか辛い時期も支えていただきましたし、楽しい時期も本当笑わせてもらってるし、これに関してはマジで感謝ですね。うん、結構有吉さんのラジオもね、神回みたいな呼ばれる回がいろいろあるんですけども、この間久しぶりに深川亮さんがねゲストで来た回を聞きまして、めちゃくちゃ面白かったですね。やっぱね、はい、個人的に好きなのはなんか名乗りを上げるみたいな下りをやった時があって、その平子さんの名乗りを上げたやつがめちゃくちゃ面白かったね。はい、そして祖師ヶ谷大倉のピエドコションというお店ではフレンチのラーメンが食べれておすすめですと。ピエドコションってなんか全然ラーメン屋さんらしからぬラーメン屋さんじゃないですか。ここはちょっと僕知らなかったですね。店内もちょっとレストラン風な感じでね、めっちゃ雰囲気良くていいっすね。祖師ヶ谷大倉のオフランスなラーメン店と。祖師ヶ谷大倉といえばなんか俺祖師ヶ谷大倉駅でめっちゃ食べたいクレープのお店があってる気がするな。オレンジカウンティー本店かクレープリーチロルですね。いや、私するなんといってもね、大の生クリーム好きでございまして、実は。クレープリーチロル、オレンジカウンティー本店、ちょっとダブル食いしたいな、マジで。3000日目までね、結構ダイエット期間でガッツリやってますけど。いや、開けたら食いてー、クレープマジで食いたいよ。ラーメンより我慢してるもんな、今。だからラーメンに関して我慢してないからな、毎日食べてるし、本当に。クレープはちょっと、食べさせてクレープ。ということで、本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。これに懲りずぜひ明日の動画もご覧いただけると大変嬉しく思いますんで、よろしくお願いします。ということで、ごストライ。それでは、するの公式キャッチフレーズ。札幌ラーメンヒグマ、石原店さん。味噌ラーメン界のガチグマや。雰囲気込みでめちゃくちゃいいお店でした。